ツールドフランス埼玉クリテリウムは埼玉県埼玉市で開催されている自転車競技のロードレース大会である。2013年にツールドフランス100回を記念して開始された。ツールドフランスの名称をクリテリウムレースとして大会名に関するのは世界初である。夏の本大会入賞者チームや国内選手チームが集まり埼玉新都心の道路を封鎖して設けた。 特設コースを走行する。埼玉市が主催、埼玉県と埼玉スポーツコミッション、公益社団法人埼玉観光国際協会、アモリスポリオルガニザシオンが共催で実施しており、またジャカの経輪補助事業として行われている。2020年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響から、開催見送りとなった。 埼玉クリテリウムバイツールドフランス2013は2013年10月26日に開催された。台風27号の接近により開催が危ぶまれたが台風の進路を見極めて前日に開催を決断した。当日の朝に雨は上がり大会は晴天の下で行われた。メインレースは埼玉新都心駅を挟んだ特設コースで行われた。 スタートフィニッシュは北与野駅近くに置かれ、コースは JR の線路をくぐる、新都心地下道を山岳に見立て、干潮ビルの間を縫って進むなど、平地の直線が少ないものだった。クリテリウムレースに合わせて、共産企業の PR や物販を行う、サイクルフェスタや、フランス食材を中心に飲食できる、埼玉ルシェが開催された。ヒノキアホールディングスを筆頭に、 多数のスポンサーを集めたものの、大会の運営費用が、為替差損や想定外の経費増によりかさみ、約1億9000万円の赤字となった。大会実行委員会に対する1.5億円の追加支出を含んだ補正予算は、埼玉市議会で審議未了のまま廃案となり、2014年1月に、清水隼人市長が、専決処分を行って、支出を執行した。 上記海外籍チームの選手のほか、日本籍チームに所属する選手が、中心の日本国籍選手も参加する。開催準備2013年の大会では、最終的に約1億9000万円の赤字となったことを受け、2014年の大会では、黒字化を目指し、様々な取り組みが行われた。まず、大会年数を入れて分かりやすい名称にするために、大会名称を、 2014ツールドフランス埼玉クリテリウムに変更。次に冠ムリスポンサーとして地元埼玉県内の企業で上尾市に本社を置く通信販売大手のベルーナと合意。これを受け大会名称は2014ツールドフランス埼玉クリテリウムプレゼンテッドバイベルーナと再変更された。物販の拡充も図られ大会を記念して世界で初めて作られた メモリアルワインはベルーナが販売を行った。ついで個人サポーターや企業サポーターの募集が行われ、講述する今大会の特徴でもあったアリーナ内を駆け抜けるコース付近の観覧席はサポーター向けに設置された。その他にコースの体験走行、バックヤードツアーなどが特典として与えられ、開会式や表彰式はサポーター向けとして公開された。また、白報道、 dy メディアパートナーズと事務局支援業務で契約し、埼玉市だけでなく、埼玉県とも共催する運びとなった。レースの模様は、j スポーツ3で生放送され、地上波でもテレビ、東京系列6局ネットでリレー放送されるほか、ジャン、エティエンヌアモリ ASO 代表から全世界120、各国以上で放送されると発表された。前年同様、 共産企業やフランス関連企業の PR や飲食、物品販売のため、埼玉ルシェが、欅広場で行われたが、サイクルフェスタは、スーパーアリーナをコースに組み込んだことから、新都心駅東側にある、三菱マテリアル跡地の広大な空き地を利用した。コース変更周回コースは、前回より延長され、約 3.1km の20周となった。2014年のコースは、 前年で不足した平地での直線を組み込んでスピードレース化を図ったことと自転車レースとしては異例な埼玉スーパーアリーナ内部を通過するレイアウトが特徴であった。バックヤードの設置位置が2013年度に使用した区画が病院建設により使用できなくなりそのスペースを確保するためにスーパーアリーナを使用することとなったことからこれをコースに組み込んで目玉としたものである。 マットを敷き詰めたアリーナに搬入口を経由して侵入するという試みには、落ち者の危険性を危惧する声もあったものの、イタリアの狭い路地やパベを転戦する本番の選手で、あれば十分に対応が可能との意見もあり、また、出場選手からも歓迎の声が聞かれた。文化交流会2013年に引き続き、2014年も、招待選手を招いての文化交流会が行われた。 まず、氷川神社を参拝し、ここで、上手者の使い方や、参拝の作法に関する説明を受け、拝殿で神職による画楽の演奏や御舞を、鑑賞した。続いて、埼玉市産業文化センターへと移動し、書道、佐道を通じた県立世の高校の生徒たちとの、交流会が設けられた。参照受賞者であるニバ佐岩、マ袴に着替え、ニバは、大佐岩は、 即マイカは、ヤマト、それぞれの受賞タイトルにちなんだ漢字を筆で書く、体験を行った。24日の夜には、埼玉スーパーアリーナにて、J スポーツ主催による、我らワールドのツールドフランス観戦塾埼玉、クリテリウム直前スペシャルと題した前夜、祭りイベントが行われ、同番組でおなじみの栗村治とサッシャを MC に、二割サガン、マイカ、フルーム、キッテル、 新城の6名がゲストとして参加した。メインイベントに先立ってツールドフランスアンバサダーを務めるベルナールイノより、翌2015年のツールドフランスのコースに関するプレゼンテーションが行われた。会場には抽選で選ばれた300名が集まり、ゲストたち6名は2015年のツールドフランスに関するコメントや埼玉に関するクイズなどを行い観客を楽しませた。 パブリックビューイング会場から離れた場所でもレースの状況を観戦できるように2014年大会ではパブリックビューイングが浦和駅東口の駅前市民広場や埼玉、新都心駅東口の片倉ウッディー広場、さらには高野世駅から徒歩1分の高野寿シネマ多目的ホールにて実施された。海外チーム当初、アスタナプロチームから4人目として アレッサンドロ・バノッティが出場すると発表されていたが、その後欠場すると発表された。国内チーム当初、ビーニ・ファンティーニ・ニッポから小石優馬、マトリックス・パワー・タグからタクボ・ケンジが出場すると発表されていたが、それぞれ石橋・マナブとプラデス・ベンジャミンに変更されると発表された。クリテリウムレース優勝したマルセル・キッテル2位の、ベーター・サガン・サミーのアレクサンダー・クリストフ、 最参加間のアタックを見せたヴィンチェンツォに割、り、関東賞を獲得した、別府市の本戦は、帝国やや遅れて開始された。パレードランを終え、総集会20周のスタートが切られると、U23 日本チャンピオンである、徳田丹蔵がまず、アタックをかけ、それを7人が追従し、合計8人の逃げ集団が形成された。リエベベストラ、由来サガンラ UCI プロチーム勢に混じって、 戦闘集団には本戦前に引退セレモニーを行った清水宮城の姿もあり、4、8、12、16周にそれぞれ設定された最初のポイント賞は清水が獲得した。また、この集会、クリス・フルームは電動変速機のトラブルに見舞われ、埼玉クリテリウム独自の救済ルールに乗っ取り、マビックの用意したニュートラルバイクへの乗り換えを余儀なくされた。 10秒余りのリードを築いた逃げ集団であったが、直後、FDJ に牽引されたプロトンがペースを上げたことにより、これに吸収された。ついで、アタックを行ったのは、マイオ・ジョーヌ、マイオ・アポアに袖を通す、ビンチェンツ・ニバリとラファ・ウマイカ、それに、清水、森一代と同じく今季を最後に引退を表明した、宮沢隆西谷康晴ら4選手。 そのまま会長に飛ばし6周目に設けられた三角賞ポイントはマイカが獲得し、メイン集団とのタイム差はこの時点で20秒になった。引き続き逃げ集団はタイム差を広げ、最大で40秒にまでその差を広げ、8周目に設定された2回目のポイント賞は宮沢が獲得した。また、10周目2回目の三角ポイントはマイカがトップで通過し、 この時点で6ポイントを獲得して、三学賞を決定づけた。11週目に入ると、今度は、カチューシャの牽引により逃げ集団は吸収される。全日本チャンピオンである、サノジュニア、マイケル・ロジャース、ルー・クロー、ジャン・クリストフ・ペロー、さらに、U23 世界チャンピオンのスベン・エリック・ビストロムラが、先行し、3回目のポイント賞はサノが獲得した。 数週にわたって5名が先行するも、今度は、ジャイアントシマノの牽引により吸収。すると、再び、アタックをかけたのは、2割。16週目に設定された4回目の中間ポイントは、2割が獲得し、ポイント賞を獲得するも、マルセル・キッテル、ベーター・サガン、バレル・ア・ニョーリ、ロメン・バルデ、アレキサンダー・クリストフ、アルノー・デ・マル、シン・シロ・ユキヤ、ベップ・シコレが、 二バリを追随し、二バリが一段に捉えられるとここでアタックを仕掛けたのはベップ。約二周にわたって戦闘を維持する。しかし、戦闘集団に複数名を絡ませることに成功したジャイアント島のアスタナがその折を生かし、ベップを捉える。新城を引き連れる形で最終ラップへ突入したベップであったが、ここで二バリを牽引する。 アニョーリによって捉らえられ、この時点で勝負は、先頭10名にほぼ絞られた。アンダーパスを抜けた上りを勝負どころとアタックを仕掛けた、2バリだったが、スプリントでの決着を狙うスプリンター勢がこれを逃さない。クリストフ、サガンダトップスプリンターが高位置から、最終ストレートを立ち上がるも、発射台として、クーンデコルトがリードアウトする。 右サイドから鋭い加速を見せつけたのはキッテル。101回目大会で獲得した4勝を彷彿とさせるゴール前での強さをまざまざと見せつけ、そのままゴールイン。勝利に両手を挙げて喜び観客を沸かせた。以下が最終的な総合順位である。ポイントレース1ポイントレース1はゼッケンが偶数の全31名で行われた。 以下が13時より行われたポイントレース1の各セクションごとの順位及び総合順位である。ポイントレース2ポイントレース2はゼッケンが偶数の全33名で行われた。以下が13時45分より行われたポイントレース2の各セクションごとの順位及び総合順位である。2015年大会の冠無スポンサーは 2013年大会より参加していたジュピターテレコムとなり j イコムプレゼンツツールドフランス埼玉クリテリウムの名称に変わった。以後2019年現在まで続いている。2015年大会では前年のコースを踏まえつつスタートフィニッシュを狭く薄暗かったスーパーアリーナの埼玉新都心駅側から北与野駅近くへ戻した。 周回方向も前年と逆に変え、新都心地下道を挟んだ直線の走行車線が、欧州式の右側通行となった。サイクルフェスタの会場も、三菱マテリアル跡の区画整理により変更された。2016年大会は2015年とほぼ同様であった。2017年大会では、これまで開催してきた10月下旬に、国内外の公式戦が組まれたため開催日をずらしたが、 埼玉スーパーアリーナの利用スケジュールがすでに抑えられていた上に、会員した埼玉赤十字病院、埼玉県立小児医療センターへの救急車の搬送ルートの確保が必要となったため、コースを大胆に変更した。これまで大会本部やコースの大半は新都心駅の西側だったが、今大会は東側の区画整理中の地区を中心とし、新都心地下道をくぐり、西側は、 単純に小児医療センター前で折り返す形にした。走行車線も左側通行に戻った。埼玉スーパーアリーナ内に設定されていた予約席は北袋町の道路沿いに特設アリーナを仮設して用意した。私有地に置かれた予約席の一部とサイクルフェスタはコースに取り囲まれる形になり、レース中は出入りが制限された。 2018年大会は2017年大会と同様だった。ただし、サイクルフェスタの会場をコース外の隣接地に変更し、コースに囲まれた敷地はオフィシャルサポーターズビレッジとして予約席とオフィシャルサポーターズ会員、招待関係者の専用エリアにした。2019年大会では主催が一般社団法人、埼玉スポーツコミッションに代わり、 埼玉市は共催となった。コースは約3 5トルに延長され、新都心駅西側の埼玉スーパーアリーナを通過するルートが復活し、駅東側の北袋町ルートは廃止されたが、直線コースが東へ延長されており、スタートフィニッシュも東側に置かれた。新都心地下道をくぐる長い直線は、再び右側通行となった。サイクルフェスタは新設された。 埼玉新都心公園で開催された。ありがとうございます。